どうぞ。はい、どうもこんにちは、沢口でございます。まあこの間憲法記念日ってあって、憲法をちょっとまた考えさせられて、私もその憲法の、日本国憲法の成り立ち、生成過程っていうのを、ちょっと考えさせられたのは、平野文書、篠原喜重郎に、質問したというね、大事な平野文書っていうのを私知らなかったんですね。それで、平野文書っていうのは篠原喜重郎の秘書官であったということで、その実話というものをメモに取ってそれを再現したわけですけども、まあ、それからいろんなあの関係者とかを確かめても、これは確かにこれはもう篠原が第9条を作ったものではないかと、私もほぼそれに固まっておりますけれどもですね、まあ、100% じゃないけれどもそれに固まっておりますけれども、ただそれはそれとしてやっぱりアメリカのまあね、マッカーサーですね、それがうまく一致したというか賛同したということで、うまくそれを利用したって、都合のいいように利用してですね、まあ本当に、渡りに船ということで、それに合致して、それでアメリカルーズベルト、アメリカのGHQ が、まあ、全体を作ったという感じで、それで、やや強制的にこれを使ってみろということで、やはりアメリカの圧力っていうのがあったと思いますね。ただそれについてもですね、まあその当時のことですから、平和でありたいという国民の願いもあって、一つの流れとして、やむを得ない事情もあったと思います。ですからそれで大多数がこの憲法でいいじゃないかと言ったわけですけども、ただ一点、共産党の、ね、書記長何でしたっけ、徳田九一、ね、トップがこれおかしいと、誰が国を守るんだと叫んだんですね。不思議ですよね、共産党ですよ、共産党の徳田九一がですね、こんな憲法ありえない、国を守れないだろこれではって、こんなのね許せないということで立ち上がったわけですね。ところは多勢に無勢で、これを国会が通ったんですね、この日本憲法、だけどこれは不備があったということをアメリカも認め、日本でもちょっとなということで、本来ならば吉田内閣の時にですね、サンフランシスコ条約を締結したらですね、本当は見直すべきものだったんですけれども、それができなかった、しなかったということが尾を引いてるわけですね。で逆に今度は自民党は改憲だと、で野党の民主党とか共産党はいや9条平和憲法が大事だということで護憲に回ってるわけですね。分断ですね、はっきり言ってこれは分断社会になってるわけですね。それを元をたぐればですね、やはり、そういった議論をしてこなかったと、いまだに国家として成り立ちを説明してないんですね。もう78年戦後経ってですね、この憲法は何だということを国民にほとんど説明していないということが明らかですね。これでは国民に対して失礼千万ですね。国民は真実を知る権利があり、国家は、ね、知らせる義務があるわけですね。そういうことを怠っているということは職務怠慢ですね。だから分断の責任は私は政府にあると、しっかりとしてないと、未だに国民が日本、同じ日本人でありながら国を守るということはどういうことなのかをね、避けてるわけですからね、非常に良くない。で、その場その場でね、憲法改正のためには公明党とくっついて可憲でやろうかななんてね、そんな中途半端なことがあるんですね。その前にちゃんと国民にね、ちゃんと伝えるべきことを伝えて、それからですよね、そうなると分断がずっと続きますよ。これでは
同じ日本人として恥ずかしい、ね、やっぱり常識っていうのはあるわけですからね、その常識を踏まえてちゃんとその生成過程成り立ちっていうね、日本の国民としてね、これどうなんだということをですね、分かりやすく伝えることが必要だと思います。そして皆さんもそういうことを考えてみてください。おかしいと、うん、そういうことを考えて皆さんも立ち上がっていただきたい。これはちゃんとしっかりと成り立ちっていうかですね、日本国憲法って何なのか、日本人として日本国家としてね、うん、あるべき姿っていうのを皆さんも一緒になって考えて、なんとか共通認識に持っていきたいですね。どうか皆さんそういうことでよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。